小中学校へは行けなかった耳が悪かったためだ代わりに図書館へ通い物理や天文学の本を単独した独学で宇宙開発の理論をまとめロケットの概念を考案発射時の推進力に関する方程式は現在も使われているロシアの科学者チオルコフスキー 1857年から1935年だ液体燃料や金属飛行船などロケット工学の基礎を確立したただ田舎町で孤独に暮らしたため論文が認められたのは晩年だった人類初の人工衛星スプートニクは生誕100年の記念に打ち上げられた 宇宙旅行の父として世界が評価する彼の名は約10年前政治的に使われたロシアが極東にボストーチヌイ宇宙基地を整備する際プーチン大統領が近くの都市をチオルコフスキーと解消したこの自慢の施設に招いたのが4年ぶりに会う北朝鮮のキム・ジョーン総書記だ キム氏は軍事衛星の開発のため宇宙技術の供与を求めプーチン氏は意を汲んで会場を選定したと明かしている宇宙大国ロシアの艦隊ぶりにはウクライナ侵攻の消耗戦に備えた武器調達の狙いも透ける2人の握手で見えたのは互いの信頼ではなく世界からの孤立だ